メディアエレメントを使って動画を再生します。左のリストボックスに動画のファイル名が表示されています。任意の動画のファイル名をタップします。こちらに動画の最初の画面が表示されます。下のプレイをタップします。プログレスバーも進捗していきます。ストップします。で、次にもう一つ違うのを選択します。プレイをクリックし、タップします。そしてプログレスバーの位置を、任意の位置をタップすると、そこまで画像が先送りされます。で、このようになります。以上。